皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はレゴマーベルスーパーヒーローズ2ザ・ゲームのファミ通紹介をしていきたいと思います。こちらのゲームはマーベルヒーローの共演、再びレゴになったマーベル作品のヒーローたちが大活躍するレゴマーベルスーパーヒーローズザ・ゲームの第2作、第2弾がついに登場しました。憧れのヒーローに凶悪なヴィラン、悪役、そしてマーベルとの協力によって生まれたオリジナルストーリーなど注目要素がてんこ盛りです。アメコミファンならならずとも楽しめるハブ玉の一本がここにあります。今度の敵は歴史すら変えられない。今作のメインヴィランは征服者カーン、主にコミックではファンタスティック4に登場して過去や未来を行き来する能力を持つ天才で、そんな彼が本作では時空を超えた侵略を開始します。マッツォーユの危機が世界を襲います。ニューヨークに現れたカーンは市民とヒーローたちに宣戦布告します。そして彼が支配する世界クロノポリスの設立を宣言したのです。征服者カーンが新世界の支配者に。物語の舞台は広大なクロノポリス。クロノポリスはブラックパンサーが治めるワカンダやソーの故郷、アスガルドの西部開拓時代など約18もの多彩な地域が結合した広大なオープンワールドです。プレイヤーはこの地を舞台に数々のミッションに挑んでいきます。時空を超えたロケーションとキャラクター、カーンの手で時空を超えて集められた世界では多彩なクロスオーバーが実現します。西部開拓時代ではカウボーイスタイルに身を包んだキャプテンアメリカが登場して、様々な世代のスパイダーマンが共闘するなど、ヒーローたちによる夢の共演がここにあります。最強の死の女神、映画のマイティー・ソーバトルロアイヤルで強力な印象を残したテラも登場します。2099年のニューヨークには、未来のスパイダーマン、括弧通称スパイダーマン2099が登場します。未来のニューヨークに親愛なる友人天山です。世界最新映画のキャラクターも多彩です。本シリーズの魅力は膨大な数のマーベルキャラクターが登場することと、今作でも映画公開が迫るブラックパンサーや先日映画が公開されたマイティーソーなどが参戦し、ゲームを大いに盛り上げてくれます。もちろんアイアンマンたち人気ヒーローも健在です。まずブラックパンサー、アイアンマン、ドクターストレンジ、マイティーソー、ハワード・ザ・ダッシュ、 MS マーベル。本作に登場する主なヒーローはキャプテンアメリカ、キャプテンマーベル、スパイダーマン、スパイダーグウェン、ドクター・オクトパス、グリーン・ゴブリン、ハルク、ロキ、グルート、ロケット、スター・ロッド、ガモーラ、アントマン、ワスプ、ドラッキー、その他多数存在します。チームアップしてカーンを打ちましょう。宇宙や地球、そして時間軸までもが脅威にさらされた空前絶後の危機的状況を打破するには、ヒーロー同士の決断と協力が必要不可欠です。本シリーズの特徴でもある操作キャラクターの切り替えを駆使して、各ヒーローの持つスーパーパワーで立ちはばかる敵を倒しましょう。そうですね、ヒーローといえばスーパーマンが一番有名ですね。まあ私の中では元祖超人というそんな感じですね。
まあ私の中で超人というのは、あの簡単に言えばあのドラゴンボールとか北斗の拳とか、あんな超人には、常人では決してたどり着くことのできない、あの努力だけでは決してたどり着けない、あのと言いますか絶対にたどり着くことのできない、あのその域に達したあのアニメのキャラクターとか、そういうキャラクターの異次元のキャラクターのキャラのことを個人的にそう言ってますね。まあトリコとか、あの今で言うワンパンマンとかがその部類に入りますね。まあ大抵のバトル漫画とかでもですね、まあ身体能力だけならあの意外とあの真似できたりするんですよね。あのナルトとか、あのブリーチとか、あのシャーマンキングとか、あのまあさすがに跳躍力は無理ですね。あの浮力とかを持つことはさすがに無理です。あの烈火の炎も魔道具なんか持って、あのおかしい能力を使うことなんてまずできません。ですがそのキャラクター自体の身体能力だけはあのある程度真似はできます。その身体能力すらあの真似できない、あのそういうキャラクターを超人と個人的に呼んでいますね。まあ何を言ってるのかよくわからないんでしょうけどね。まあということですね、あくまで個人の考えだと思ってください。というわけで今回はこの辺で、レゴマーベルスーパーヒーロー、レゴマーベルスーパーヒーローズ2ザゲームのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。